わかった。ありがとうございます。ん？ええ。わかった。お願いします。八神さん。天沢。よろしく。なあ。
何だって？実は。そう。なあ。実は。なんだって？それって…いえ。なるほど。マジで？ですが。はい。八神さん。ああ。ありがとうございます。ええ。そう。八神さん。
ちらですね。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いや、お前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。一緒に行きます。ありがとうございました。にしても天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢喜多の血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。いらっしゃいませ。いただきます。
ごちそうさま。ありがとうございます。ヤガミです。すみませんでした。ええ。Amasawa. Oh. Masaka. Eh? Ah. ですが。Amasawa. Eh. Amasawa. Eh. なあ。
まさか。バカな。あの、お願いします。え？はい。ありがとうございます。あの、でも来な。はい。うん。どれ。はい。はなべ。うっ。せや。ったく、時間食っちゃったよ。でも来な。しばらく寝とけっての。あの、お、はじめまして。
はあ。いや。え？八神さん。ああ、うん？八神さん。マジで？来たな。
よしよし。よしよし。察するに。ああ。来たな。よしよし。よしよし。お願いします。わかった。ええ。え？ああ。いや。勝たせてもらうよ。よし。ナイト！
決める。よし、俺の勝ちだな。こういうこともあります。おっしゃ、ハハハ、甘さは察するに、なるほど。そういえばお前、受験勉強は大丈夫なの？そのことはあまり考えないようにし、ごます。焦ると推理能力に支障が出るので。受験勉強に支障が出る方が問題だと思うが。そのことはあまり考えたくないですね。真実から目を背けていいのか？受験という真実から。もうやめて。やれやれ。行かれますか？どうなってる？そんなもんか。何なんだ。思ったよりひどい。離せ。どれ。どうしたほら。やめてよ。こんな。そんなもんか。どれ。いい加減にしろ。一緒に行きます。しばらく寝とけっての。行かれますか？
いい加減にしろよ。そちらですね。よっ、うん、息が。飛ばす。なあ、なあ、はい、
は。ですが、なあ、は？実は、ん？え？ええ。おい、ん？あ、八神さん。おい。Amasawa。からでも来な。カレアポッ。うぶきて。その程度。そんなもんか。ほら。どうしたほら。カレア。ほら。どうしたほら。あっせ。そんなもんか。どうしたほら。思ったよりひどい。許さんだぜ。ビットやつ。しゃおい、ああ。
八神さん。察するに。ああ。ええ。八神さん。怪しいな。お。え？ということは、なんだって？察するに、ええ、なるほど。つまり。ですが、なあ、察するに。
なるほど。ということは。